アメリカ橋はパナマ運河の太平洋口に架かる道路橋である。もともとはサッチャーフェリー橋という名称であった。1962年に2000万ドルの拒否を投じて架けられたこの橋は2004年に先ィにある橋が架けられるまで南北アメリカ大陸を結ぶ唯一の橋であった。アメリカ橋はパナマ運河の太平洋口パナマ式近郊のバルボアに位置している。 この橋はアメリカ合衆国によって建設された。建設には2年半の歳月と2000万ドルもの巨額の建設費が費やされた。この橋はトラスを併用したアーチ橋で全長1654メートル14の橋脚を有し、アーチ部の景観は344メートルである。アーチの頂上では 海面からの高さが117メートルに達する。雪下は干潮時で61.3メートル。橋の幅は1 0 4メートルで、両側には歩道が備え付けられている。また、橋の両爪には幅の広いランプウェイも備えられている。1962年に完成した、このアメリカ橋は2004年にセンティニアル橋が開通するまでは、 パナマ運河に架かる唯一の橋として、また南北アメリカ大陸を結ぶ唯一の橋として、パンアメリカンハイウェイの重要な部分であった。もっとも、アメリカ橋の完成以前にもパナマ運河には1942年に架けられた羽橋があったが、これは校門が閉じている時にしか渡ることができず、通行に支障をきたしていた。昼夜を問わず、 パナマ運河を利用するたくさんの船がこの橋の下をくぐっていく。また、この橋は見た目にも印象的で、特にバルボアイオットクラブから見る姿が美しい。フランスによるパナマ運河建設の計画段階から、コロンとパナマシティの二都市は、運河の建設によって、パナマ国の他の地域から切り離されることが分かっていた。建設段階で、すでに運河による 交通の遮断が問題となっており、作業員を橋家で渡すことによって対処していた。運河が開通すると自動車の交通量が増え始め、運河によって分断された国の最西端の州、地クイ州に通ずる道路の建設もあって、運河を渡る交通手段の確立が求められるようになった。1931年、パナマ運河技術局は、その要望に応える形で2隻のフェリーの運行を、 始めた。1940年8月にはこれに加え、軍用の橋家の瓶も設けられた。1942年6月3日、ミラフロレス校門に道路、鉄道兼用の跳ね橋が架けられた。この跳ね橋は船が通らない時にしか渡ることができなかったが、それでも運河を渡る交通需要のいくらかは満たすことができた。しかし、交通需要は増え続けたため、 同年11月、運河には3隻目のフェリーの便が設けられた。1923年頃には、パナマ運河に船の通行に関わらず渡ることのできる橋を架けることが優先事項として提案されていた。パナマ政府は、運河地帯を統治していたアメリカ合衆国に対して、橋の建設を要請し続けていた。そして1955年、レモンアイゼンハワー条約が結ばれ、 ついに、アメリカ合衆国によって、橋が建設されることになった。2000万ドルに及ぶ、この建設プロジェクトを受注したのは、ジョン・ F ・ビーズリーカンパニーであった。1958年12月23日、アメリカ合衆国中パナマ大使ジュリアン・ハリングトンと、パナマ大統領、アーネスト・デラ・ガーディア・ナバロの出席のもとに起工式が取り行われた。 翌1959年10月12日に着工、完成には2年半の歳月を要した。着工からちょうど3年後の1962年10月12日、ついにアメリカ共和開通した。開通式ではアメリカ合衆国陸軍、空軍、及びパナマ国軍の音楽隊による演奏の後スピーチが行われ、祈りと音楽、そして両国の国歌が流れた。 リボンを切ったのは、元パナマウンガ地帯増徳で、ケンタッキー州選出の元連邦議会議員のモーリス・サッチャーであった。そして、参加者全員で橋を渡った。開通式の模様は、テレビラジオを通じて全土に伝えられた。開通式では、大勢の人手に対応するため、厳重な雑踏警備が行われた。開通式において、ジョージ・ベルは、そのスピーチの中で、今日この日、 我々は、パンアメリカンハイウェイを実現させる夢への新たな、そして明るい第一歩を踏み出した。今日この日開通した、この橋、真のアメリカの架け橋は、アメリカ合衆国とパナマを結ぶハイウェイの最終ステージを完成に導いたと述べた。アメリカ橋は対面4車線通行である開通すると、アメリカ橋はパナマ運河に架かる唯一の橋として、 パンアメリカンハイウェイの重要な部分となった。1日あたりの交通量は約9500台を数えた。年を追うごとに交通量は増え続け、2004年には1日3万5000台にまで膨れ上がった。そのため、アメリカ橋はハイウェイの渋滞の原因になっていた。この状況を打開するため、2004年、アメリカ橋の1 5トル内陸に、 シャバリ橋であるセンティにある橋が架けられた。現在、パンアメリカンハイウェイはセンティにある橋を経由している。2017年現在は、この2本の橋に加えさらに2本の運河横断橋計画が進行中である。アメリカ橋は、当初は運河を渡っていたフェリーの名称にちなんで、サッチャーフェリー橋という名称であった。フェリーの名称は当時パナマ運河地帯総督で、 フェリーの便を設置する法案を通したモーリス・サッチャーにちなんだものであった。サッチャーは橋の開通式でリボンを切った。しかし、パナマではその名称は定着せず、アメリカ橋という名称の方が好まれた。開通式の10日前、1962年10月2日、パナマ国会での決議により、アメリカ橋がこの橋の正式な名称に定められた。 決議の内容は次のようなものである。橋の名称をブリッジオブザ・アメリカズと定める。このブリッジオブザ・アメリカズという名称は、この橋を指す名称としてのみ用いられなければならない。パナマ政府は、この橋を指す名称としてブリッジオブザ・アメリカズ以外の名称を認めるすべての文書を拒否しなければならない。この決議の東本は、適切な中とともに、 世界各国の政府に送付され、この橋が、このパナマ人の代表たる、名誉ある議会で定められた名前で呼ばれるようになされなければならない。ありがとうございます。